自分にとってはもうやりきった力全部出し切った試合なんで最高の試合かなと思います。福山大学が試合するというところで、まあ、リーグとしては大事敗前の最後の試合ではあるので、まあ、全体的にはここで、まあ明日の福山戦は、まあ、前日、まあ、文化に敗れたっていうのがあるので、まあ、今日は絶対に勝てるようにチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。前節負けててもう負けれない戦いなんで、自分は出ても途中からなんですけど、試合決めるぐらいの勢いでやっていきたいと思います。以上です。もう絶対負けられない戦いだと思うんで、段通り、いつも通り行きます。総理大臣、前の最後のリーグ戦で今日から全勝するチームが始まります。その1試合目なんで全員で声かけ合って勝ち点3取って岡山帰りましょう。よし、最高チェアー。行こう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 。最後
あるある逆サイドしっかり入ってない。プロ。Thank you.
今日の試合を振り返ってどうですか？まあ、前節負けてしまってもう引き分けも許されない状況の中の試合だったんで、もう全員がもうやる気満々で挑んだ試合なんで、まあ、無失点で勝てたんで良かったと思います。自分も前節負けたということでもう後がない状況で、まあ、勝ちしかない状況だったんで、まあ、個人としても自分で倒された PK でしっかりゴール決めることができて良かったと思います。次の試合に向けて一言お願いします。一旦リーグ戦が終わるので、あの総理大臣杯で全国に行けるようにまたチーム一丸となってやっていきたいと思います。総理大臣も勝ちます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。